では深掘りコーナーを担当させていただきます、マサチューセッツ大学の斉藤と申します。今年は JBCC に実行委員として裏方として参加していますが、実は私はまだコンテストへの出場経験がございませんで、来年もしかするとまだ出場するかもというところでですね、今日ご参加の皆様と同じ目線で、これから JBCC にチャレンジするかもという目線で、ちょっと代表していくつか質問させていただきたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。白井さん、須藤さん、それぞれ素敵なご発表どうもありがとうございました。この深掘りコーナーからは、白井さんのチームの方には吉田さん、岡本さんも加わって、ご質問答えていただけるということで、よろしくお願いいたします。まずは慶応大学の首藤さんの方にお伺いしたいんですけれども、これからですね、メンバーを探す方とかですね、またチームビルディングというところに、アンケートでも非常に興味が持っている方というのが多いかと思います。話を言うと、クラスで、ご一緒されている方の様子で、一緒にやるメンバーをスカウトされてったみたいなことをお聞きしているんですが、今も最後のところのお話で非常にこうメンバー集めとか、そのメンバーの役割分担の話されてましたけれども、今後メンバーを探す方とかですね、これからチームビルディングやる皆様に、そのメンバー集めでの苦労とか、役割分担での苦労とか、何か経験談として、アドバイスがありましたら、教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。そうですね。やはりまず自分にない、足りない能力というか、そういうスキルをこう持ってる方と一緒にやるのが、自分の経験でもそうですし、新しいこう ABCC のなんか案をこう作っていくみたいな、そういう意味でも必要かなというふうには思います。そうですね。でちょっと質問いただいている中で、それにも答えて、実働部隊が先ほど3人という中で、チーム内の雰囲気に影響を及ぼすことはなかったのでしょうかっていうところ、質問いただいてるんですけど、それについても、やっぱり、なんというか、仁義をしっかり切るというか、今度こういうふうに戦いたいから、なんていうんですかね。今度こういうふうにまた JBCC に臨みたいけど、なんか今まで以上のこう負担をこうかけなきゃいけないみたいな話をこうやっぱりしっかりして、それで、来年もの臨むにあたって、別な方とチーム組むみたいなのがはっきり言いました。もともとのチームメンバーに対しては。それはそうですね。それ以外にも関わりがあったので、皆さんその KO の中でこう組んだチームだったんで、それ以外のところでこうフォローというか、フォローというか、なんか、つながりはあったんで、そういうところを踏まえて、やっていったんで、特に後に遺恨を残すようなことはない、なかったですね。首藤さんの思いをちゃんと伝えられて、名チームを作っていったということですね。はい、そうありでがとす。うございます。今ちょっと次にですね、グロービスさんのチーム、平井さんチームの方々にお伺いしたいんですが、すごく発表してて、こうフレームワークを大事にされてですね、仮説検証を繰り返していくっていう、その検討プロセスとか、CXO をきちっと明確にされてらっしゃるっていうところが、非常にシステマティックで、印象に残ったんですけれども、この議論のこのプロセス、こういうふうなプロセスを踏むっていうところに、どういうふうに行き着いたのかっていうところを、ちょっと教えていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。はい、じゃあ私、お答えさせていただきます、白井です。ありありががととううごござざいいまます。す。システマティックにというふうにおっしゃっていただいたんですけども、確かに資料を見ると、そういった形になっててしまって恐縮だなと思うんですけども、実際のところはですね、ぐしゃぐしゃでスタートしてます。してる部分が多かったかなと思います。特に最初の1週間とかは、そんな感じかなと思います。で、そこでやっぱり、集まって何議論するのとかってなっちゃうんです。お見合いになっちゃうし、っていうところが起きてきたんですよね。で、その時に、やっぱり、この目的、この参加する目的って結構みんな重要視してて、やっぱり学びをしっかりと使い切るみたいなところを置いてたので、そこで考えた時に、ファシリテーションとか、ファシリテーション&ネゴシエーションっていう授業があるんですけど、後
打ち合わせというか、そこに向かってくるときに、まず仕込んでくるべきだよねと、どんな論点でやるのかとか、まあ、そういったところだとかっていうのをちゃんと使いましょうよっていうところで、ああいう形になっていった。だから、まあ、当たり前のことを当たり前にやってきたっていうところなのかなっていうふうに思ってます。修正してきたっていう感じですね。それから役割のところっていうと、仕事を分けるっていうような感覚というよりは、僕らはそのやっぱりさっき曖昧にしたくなかったって言ったんですけど、やっぱり最後責任分担をしっかり決めとかないと5人の中でもお見合いになっちゃうよねっていうところがあったんで、そういう意味で最後責任持つのはこの人だよねぐらいのイメージで役割決めてたっていうところが実際のところです。はい、なるほど。参加しながらどんどんご自分たちもこう成長していって、でも学んだことも生かしてっていう、そういう両方の部分が終わりなんですね。そうですね、はい、ありがとうございます。今度は京大学の首藤さんの方はいかがでしょうか。なんかこう話し合いのこう中でさまざまなこう選択肢がこうビジネスモデルをこう決めていく上で あると思うんですけれども、発表をちょっと拝見すると、こう素材開発提案×ニッチというような特徴のあるビジネスモデルを打ち出してらっしゃったなと思うんですけれども、そういう、こうビジネスモデルをこう策定していくのに、チームのそのさっき言ったコンセンサスをこう作っていくみたいなところで、どういうふうにコンセンサスを作っていったのかというところ非常に興味があるんですけれども。はい、ありがとうございます。はい、最終的なやっぱ戦略に行き着くまでに分析をだいぶそこに時間かけてやっていて、うん、でその中でそのみんなとこう議論をやっぱり重ねる。で結局その最後の素材開発、我々の素材開発提案型みたいなビジネスモデルがバンって出た時にみんな納得してそこはスッといきました。なのでそれまでに多分ある程度こう議論を重ねて、みんななんとなくモヤモヤっとこの方向かなっていうところまで話は多分進んでいて、その中で最後これじゃないってなった時にスッとそこは行きました。なのでそれまでがやっぱりこういろいろコンフリクトというか衝突があった部分はあるんですけど、うんうん、そこに対してはもうかなり議論を重ねたっていうところですね。もう初期の段階です。なので本当に衝突が起きるの。あ、なるほど。まあ、こう発表を拝見するとこうすぐそちらにこうどういうふうになったんだろうと思いますけど、やっぱり議論をすごく重ねられて結果が導いたくされてるっていうことなんですね。ありがとうございます。最後に今度またグロビスさんの方のチームに伺いたいんですけれども、グランドファイナルも出場されているということで、まずは皆さんですね、セミファイナルをまずは目指すのかもしれないんですけれども、グランドファイナルをこう見据えて何かこう準備されたりしてたんでしょうか。それからこれからまず参加を目指す方に何かグランドファイナルを見据えてやっておいた方がいいこととかっていうのはあるんでしょうか。ちょっとその辺お伺いできたらなと思っております。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと最初僕から説明というか答えさせていただきますけど、特にですねグランドファイナルに出れるとも思ってないので、そこをなんか特別なことやったかというと、自分としてはそんなになかったのかなっていうのはまず、あります。っていうのは基本的に説明する内容って同じなので、やっぱりそこは同じだったかなっていうふうに思ってますが、吉田さん、岡本さん、いかがですか。あ、吉田です。そうだと思います。なんかセミファイナルだからこの辺をこういうふうにして、グランドファイナルだからこういうふうにしてっていうことは資料上も発表上も特になかったんですけど、まあ、一点あったとすると質問の何ですか、内容っていうか種類みたいなところは少しセミファイナルとグランドファイナルで過去の動画とか見させてもらって、ちょっとやっぱり深掘っていくのか、もうちょっと抽象的に広く聞かれるのかっていうところはあったので、まあ、その辺の準備っていうのは本選の時に資料を出した後に1週間ぐらいかけてみんなで集めたっていうのはやりました。なるほど。はい。岡本さん、なんかあります？続。はい、岡本です。そうですね。
多分資料を作っていく中で新たな疑問が結構ポンポン出てきていて、そこをやはり突き詰めていくというか、特にこの白井さんリーダーはかなり粘り強いリーダーでして、はい、なかなかこう僕とかがこう成果物を出してもまだそこを深掘りたいっていうようなこう粘り強さもあって、それでどんどんブラッシュアップしていった結果かなというふうに感じています。はい、なるほど。なんかリーダーシップのところもちょっと垣間見えることですね。ありがとうございます。すごく皆さんのチームワークの良さも感じられるんだなというふうに今改めて思いました。首藤さん、白井様、それから岡本さん、吉田さん、本当にありがとうございます。まだまだお聞きしたいこといっぱいあるんですが、チャットでもたくさん質問が来ていますので、ここでちょっとまた司会の方にお戻しして、皆さんからの質問についてお答えいただくようにしたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあそうしましたら、はい、チャットの方で頂戴しております質問に関しまして、私角田の方からいろいろとお伺いさせていただこうと思っております。ありがとうございます。では、白井さんチームなんですけど、ちょっと来ておりますのが、ちょっと戻ってしまうんですけれども、役割を決めるのが大体いつ頃でしたかみたいなところになります。だいぶちょっと前の方の書き込みがあったんですけど、いかがでしょうか。あと CEO とか、そうですね、あそこはですね、ケース発表前だったと思います。で、CEO に関しては私が立候補しました。でそれぞれですね、得意不得意とか、やりたい、勉強したいところですね、金系がやりたいとか、なんだマーケがやりたいとかっていうところで、それぞれ立候補で全部決まったかなと思ってます。だからそんなに誰なんか得意不得意を考えてっていう感じではなかったっていうのが一つと、あとケース発表後にやっぱり今までとちょっとタイプ違ってベンチャーっていうところもあったので、そこ で特に CTO みたいなところ置かなきゃいかんよねっていうところで、そこで初めて見直して CTO っていうのを置いたっていう経緯はございます。ありがとうございます。ちょっと同一の質問の方をまた違う方からいただいておりまして、首藤様の方なんですけれども、その役割分担におきまして、20年度21年度何か異なる点みたいなものはございましたでしょうかというご質問がいただいてます。いかがでしょうか。はい、はい、大きくはそうです、20年度21年度でテーマが異なったので、ちょっと分担するもの違うんですけど、ただ大きくは変えてないです。というのも、その財務の担当の負担が結構私の考えだと大きいので、他の質問にも出てるんですけど、そのやっぱ財務担当が全体感をある程度見なきゃいけないっていう考えがあるので、その財務担当の方の負担を少し減らして、他の方にこう事業戦略とかをこう中心になっていただくみたいな、そんなイメージはあります。その そうですね、CFO とかっていう役職は特段我々のチームは設けてはいないんですけど、なのでその部分は意識して役割分担は行ってましたっていうのは、2020年度も21年度も変わらないですね。ありがとうございます。ちょっとケースですとかお顔を見つつ調整してされていたというような、はい、様子が伺えました。ありがとうございます。で続きまして、どうしてもちょっとフレームワークっていうのが耳に残ってしまったのかもしれませんけれども、グロビス様のチームですね、特に使われた、ここで明かしたくないかもしれないですけど、フレームワークとか理論とかありましたらいかがでしょうかというご質問頂戴してます。はい、どっちかいけますか。この辺得意な、あれかな、写した方がいいですか。ちょっとします。資料写してもいいですか。はい、ありがとうございます。別になんか隠すことも特にない何もないんでなんですけど、よく使ったのは、今回の2021年度の、ケースにおいてっていうちょっと前提はあるんですけれども、技術系の、話を、持ってやっていくっていうところもあったので、ご存知かわからないんですけど、MFT っ
ていう、まあ、我々があの学校で習った、フレームワークを使っていたのが1個ですね。あの MFT ってあの F、真ん中の F を顧客提供価値として、で、マーケット側のニーズと、まあ、自分たちが持っている技術で、あの T の部分を、まあ、どう、あの、すり合わせていくかっていうところで、まあ、F のところでお互いの議論をすれば、あのそれぞれの、まあ、マーケットと技術側 の、 あの要求とできることっていうのがうまくあの会話できるよねっていう、まあ、フレームワークがあったので、まあ、そこをうまく、使ってやっていきましたっていうのが一つと、もう一つは、まあ、これはもう超有名なところで、マイケル・ポーターの3つの競争戦略っていうことで、まあ、我々もほぼ右下に行くっていう流れにしたんですけども、あの左側のコストリーダーシップ戦略と、まあ、差別化をしていく。で、さらに差別化で、集中もしてニッチな方に行って、まあ、付加価値を高めるっていう、まあ、ここのフレームワークに、まあ、無理やり結構当てはめるとこもあるんですけど、あのそういった軸をしっかりフレームワークであの抜け漏れなく考えることで、なんですかね、変な方向に行かないというか、まあ、抜け漏れなくしっかり 全網羅しながら考えれたっていうのが、まあ、大きなところです。なのであの、すごいマニアックなものを使うというよりは、この2つを軸にあの僕ら考えていきました。はい、以上になります。すみません。あの貴重な資料まで出していただきまして、はい、非常にお勉強になりましてありがとうございました。じゃあ続いてのお質問なんですけれども、使徒様の方なんですけれども、各メンバーのその成果物、まあ、毎回いろんなミーティングなさってたと思うんですけれども、品質レベルのばらつきっていうのがどうしても、まあ、それは得て不得てだったり、時間のかけるかけないだったり、いろんなまああると思うんですけれども、まあ、ちょっとそういったところをどのように進められましたか、どのように対策されましたかというようなご質問を頂戴してます。いかがでしょうか。はい、これはですね、あの振り方だと思います。その何をやっぱメンバーの何が得意で、その何をしてほしいかっていうのはあると思うんですけど、でその中でメンバーの得意不得意っていうのにこう当てはめてやっていくのが前提で、その上で多分時間のかけ方っていうのがそれぞれ違うのであると思うんですよね。でそうなると、ただメンバーごとに多分負荷がこう異なってきてしまう部分はどうしてもあるんですけども、そこについては多分その少なくとも我々のメンバーの中では、その負荷量の大きさ小ささっていうのをある程度偏ることは納得皆さんいただいている中で、あの役割をこう振っていたので、まあ、全体的には良かった形になりますね。なんか皆さんに同じような量をあてがって、結局やっぱ成果物がいまいちでみたいな話になると、もう一回やり直しみたいな話になってしまうので、まあ、正直その場で 人を育てるみたいな話だとそれでもいいかもしれないですけど、なんか一個の成果物を作るみたいなところでいくとちょっと時間のロスになってしまうんで、そういうやり方をせずに、やっぱりできるものできないものをそれぞれ振っていくみたいな形で、これできそうだねとか、なんかそういう、まあ、ある意味話し合いの中で対応して、なるべくこう、なんていうんですかね、こういうことが起こらないような意識は持ってたつもりでした。ありがとうございます。じゃあちょっと続きまして、だんだん時間も迫ってまいりまして、あのグロービスチームの方からワンポイントアドバイス頂戴できればと思うんですけれども、まあ、オンラインでさまざまな情報交換いろいろしてました、お勉強会も。その時に特に最初の方だと思うんですけれども、個性をお互い知るためにされた工夫みたいなものがあれば、ぜひともお教えください。いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。岡本さん、喋ってないですか。はいはい、はいはいはい、ありがとうございます。っていただいて。ですね、やはりこう、それぞれの人の個性って成果物に出るかなと思っていて、まあ、成果物を見るといいのかなと思います。で、私たちのチームだと、例えば鈴木さと子さんはとてもその資料をすごい整理できるのがすごい得意な方で、そのパワーポイントとかもかなり
中途半端な成果物を出してもそれを最終的な形まで出してくれてあったりとかっていうところもありますし、あとはもう一つ白井さんが今日プレゼンの中で言ってたんですけど、僕は抽象化が得意ですっていうふうに自己宣言していたので、まあ、そういうふうに自分を出す言葉にして出すっていうのもあります。で、私だと例えばこう Excel とかその数字的なところが得意だよっていうところもあって、お金系の周りのところは責任持ってやらせていただいたっていうのもあって、まあ、こういった成果物だったりとか自分で得意なところを言葉にして共有するといいかなと思います。